はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、検証をやっていこうと思います。皆さん、装備を作るときに、レアアイテムを集めるのって、めんどくさくないですか？俺もね、ものすごくめんどくさかった思いがあります。で、今日やる検証なんですけども、これです。幸運のお守り。これなんですけども、レアドロップ率が 1.1 倍になります。これを全員につけたときに、どれぐらいレアドロップ率が上がるのか。全員に2つずつつけるので、1.8 倍になるのか。うん、レアドロップ率 1.8 倍。それでどれぐらい変わるのか。で、さらに、幸運のお守りを合成しまして、レアドロップ率を 1.4 倍にしたやつがあります。これを全員につけて、レアドロップ率 3.2 倍。その時にもどれぐらい変わるのか。この2つを見ていきたいと思います。では、やっていきましょう。ちなみに、幸運のお守りはカジノで交換することができます。1個5万枚です。それでは、まずは、何も装備をつけてない状態でいきます。アクセサリー、幸運系は何もつけておりませんね。何もつけておりません。ノーマルの状態でのドロップ率を見てみましょう。倒すのはこいつ、ドラゴンキッズですね。装備を作るのに結構必要になってくるドラゴンの角。それを、おい、びっくりした。転生が出てきたわ。これもなかなかレアだね。まあ、とにかく、ドラゴンキッズは、ドラゴンの角を落とします。で、ノーマルドロップが、大きな鱗ですね。それを覚えておいてください。転生確かね、HP 高かったんだよな。高いよね。で、ダストンの、ガラクタハンター、もしくは盗むで、アイテムを集めていきますね。はい。お宝ゲット確定です。一応ドラゴンキッズの転生のやつ、名前なんだっけ、リトルライバーンか、こいつからもアイテムをゲットしてみましょう。で、10回戦います。10回戦ってどれぐらい出るのか、はい、そのパーセンテージを皆さん見てください。しぶといな。しぶといよ。まあ、とりあえず、倒しますね。いや、まさか一発目から転生出ると思わなかった。はい。すると、あ、ドラゴンの角と大きな鱗。おー、なるほど。博愛の指輪。まあ、二つとも出たっていうことですね。はい。まあ、とりあえず10回倒して、どれぐらい出たのか。それを発表していきます。10回倒しまーす。それでは次ですね。次は普通の幸運のお守りです。プラスがついておりません。1.1 倍のみの幸運のお守りを4人全員2つずつですね。装備しております。これで10回戦ってみましょう。それでは最後ですね。すべて幸運のお守りプラス3ですね。これをつけております。効果がレアドロップ率が 1.4 倍ですね。これを全員につけてます。幸運のお守りの効果でレアドロップ率が 3.2 倍か。3.2 倍。結構段違いだと思うんだけども、これで戦ってみましょう。それでは終了しました。何もつけてない状態、そして普通の幸運のお守りをつけた状態、プラス3の幸運のお守りをつけた状態、
すべてで10体ずつ倒してみました。では、結果発表といきましょう。では、まずは、何もつけずに10体倒した場合ですね。レアドロップのドラゴンの角は、4つ落ちました。4つですね。確率は 40% です。40% の確率で、レアドロップを落とすみたいです。ちなみにノーマルドロップの大きな鱗は8個でした。まあ、たまに2つ落とすやつがいる感じですね。角と鱗、両方とも落とすやつがたまにいる感じです。はい。何もない場合は、10分の4、40% の確率で、レアドロップを落とすみたいです。続いて、普通の幸運のお守り、強化をしてないバージョンですね。レアドロップ率が 1.1 倍。それを8個装備した場合ですね。レアドロップ率が 1.8 倍の状態で10体倒すと5個レアドロップが落ちました。10分の5。まあ、2体に1回。50% の確率でレアドロップを落とすみたいです。で、この時もノーマルドロップの大きな鱗8個落としておりますね。やっぱりたまに2つ落とすやつが結構いるみたいです。普通の幸運のお守りを装備した時が 50% の確率ですね。まあ、若干増えたっていう感じです。そして最後、プラス3にした幸運のお守りを8個つけた場合ですね。1個で 1.4 倍レアドロップ率が上がります。8個装備してるので 3.2 倍だね。レアドロップ率は 3.2 倍となっております。これをつけた状態で10体倒すと8個レアドロップが出ました。80% です。80% の確率でレアドロップを落とします。何もつけてない状態の倍の確率で、レアドロップを落とします。これはね、素材集めがめちゃくちゃ簡単になりそうですね。で、ちなみに、ノーマルドロップが7個ありました。多かったんだよね。多かった。普通に倒すよりも素材をたくさん落としてくれました。これも幸運のお守りの効果なのかな？うん、とにかくアイテムをたくさん入手することができてかなりお得だなぁと思いましたね。結果はこういう感じです。結構はっきりと出ましたね。はい、ということで今日はこれ幸運のお守り、これをつけた状態で、レアドロップ率はどれぐらい変化するのか検証してみました。かなり違いましたね。ちなみに、これ全部作るのに幸運のお守りが32個必要です。かなりカジノコインが必要になるので、まあ頑張って集めてみてください。集め方はね、攻略サイトとかにも書いてありますので、それをやるとまあ1時間も2時間ぐらいかかるかな。そんぐらいすれば、32個全部揃えれると思います。やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。